はい、皆さんこんにちは。こんにちは、カイトくんです。どうも、宮下です。今日の動画はカイトくんにわざわざ我が社に来てもらって、あのリンゴルフオープンで優勝してくれたカイトくんでございます。その副賞としてたまたまなんですけど、アベマ TV のツアーに出してもらえることになったんで、はいはい、試合あんま出てないから出たいっすっておっしゃってたんで、はい、出てもらいました、はい。でその時にリンゴルフカメラが初日ついていったので、その模様を一緒に見よう、はい、みんなに報告しないと。そうですね、はい、ちゃんと報告しない報告しないとで、まあ結果してる人たちもいると思うんですけど、やっぱこうやって振り返っていくことが、みんなで共有していくことが大事だと思うので、はい、一緒に見ましょう、はい、もう、はい、言い訳いっぱい言っていいから。わかりました。もういっぱい言い訳言っていいから。見苦しいこといっぱい言っていいから、はい、でもここからだから。わかりました、はい、行きましょう。はい、じゃあ再生します。はい、始まりました。おはようございます。おはようございます。ちょっと、はい、じゃあもうガンガンいきます。緊張してるの、顔が別人の斜めが、顔が見ててください。緊張してる。面白いゴルフします。逆に面白いゴルフします、うん、前日にやってよ。違う顔が。隣の子は誰ですか。これは僕の後輩、1個下の後輩のキャディーさんですか。キャディーです。パターレンは何分くらいするんですか。パターレンでも2、30分じゃないですかね。うん、あんましないです、僕は。全然高校とかは違うんですけど、はい、まあ普段からお世話になってるんで、はい、今回兵庫県からここまで来ました。はい、調子、まあティーショットが、はい、まあいまいちやったんですけど、今日の朝の練習でちょっと良くなって、アイアンとパターはずっといいんで、期待できます。結構冷静。お願いします。うん、これは、お、中里さん。このね、兄貴です。兄貴。ご飯食べたいって言うから、しょうがない。もうお腹めっちゃ空いてるって言うから、ラーメン食べて、でね、ご飯を盛りで餃子をつけて、そしたらまだお腹空いてるって言うから、じゃあこれ、いつものくだりなんですよ。あ、そうなの。毎回、1回のご飯が3回ぐらい食べに行かなきゃいけなくなっちゃう。中田さんもいっぱい食べる。いや、見て笑ってるだけです。いい練習場だな、ここ綺麗だな。ちゃんと当たってる。中田さん、リラックスしてるね、いつも。練習場は別にスイング悪くないですね。あ、そう。はい。気が入ってね、中里さんに比べたら。え？なんか力入ってんな。うん、まあ、最初じゃない。お。お。いや、いよいよですね。僕ら見てた。アベマで、はい、結構のどかな枠ですね。懐かしい。あ、もう今の素振りからダメです。素振りから右行くよって素振りしてますね。めっちゃ行った。これは僕のティーショットといつものティーショット。どこ行ったの？ド右です。このからめっちゃ上手い若い人？これめちゃくちゃ上手いです。向かった。まあ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 。こっちもまあまあ右行ったんですけど、まあ、これはあって。向きの方向だ。もうパニックです、頭の中。もうやばい。もうパニック。探しに行ってる。アキューファウル持っちゃった。これも右行ってんじゃないかな。そうだね、僕らティーイングエリアと最終しか見てないからね、うん、この試合だけなんですよね。あ、調整すればできるんですけど。あ、そうなんですか。うん、ただ調整まで時間かかるから、主催者から言われた時だけこんな感じでお願いしてもらった時。
婚キャディの人いいじゃん、マイペースで。はい、うん、お、乗せたの？タオル乗ってますね、はい、うん、パターン持ってる。私これ惜しかったんじゃないかな。ご覧読めてたんですよね、この日。あ、パターは本当にパターとアイアンは悪くなかったんですよ。本当にティーショットだけで、うん、あ、そうなんだ。崩した1日っていうか2日間。うーん、次折り返し？折り返しですね。もうこの時はどうだったんですか？時もどうしよう、ここまで来ちゃってるからねみたいな帰ろうかなとかない？え、帰ろうかなもありますね。あるんだ。これリンゴルフ噛んでなかったらワンチャンあるねこの右うーん、バラバラですか？バラバラ、もう悩んじゃってスイングのことばっか気にしちゃってんですよね。今日は手伝いで、山ちゃんにいたんですよ。そうなんですか。カイト君会いました。しかもカイト君から声かけてくれたんですよ。前リンゴのコントでちょっとしか会ってないのにすごい覚えててもらって、で、もう本当にお疲れ様ですみたいな感じで、いや、すごい嬉しかったです。僕のホールでもグリーン外しちゃって、次やっぱりこう少しでも縮めたいから、ね、入れに行こうってい こうアプローチでオーバーしちゃったんですけど、逆に僕はそれがそこでこう合わせて打って結果こう叩いちゃうよりも攻めに行った結果だから、いつか絶対身になるんじゃないかなと思って、すごいこう物々一ホールだったんですけど、本当に頑張ってるなっていう感じで、具体的ありがたいです、こうやって言ってもらって。すっごい見られてる、はあ、本です。本当に見られてると思ってなかったわ。18番もう来ました。いいんじゃないですか。おー、これで、え、これでパー、パー、あ、ボギーかもしれないです。ティーショット、はい、ティーショット、また今度これ激左行ったんじゃなかったかな。あ、パーだ今の。おお、よかった。もうもうもう、お前いつだったのかね。17オーバーで17オーバー。ドライバーやばいっす。ドライバーやばい、今すぐしか飛ばない。 OB、マジ5、6発しますよまず曲げる練習しないかな。いや、全部もうこういうイメージだったら見たら回せる。だからそれをちゃんと修正しない。はい、フェードを打とうとしたら全部左引っ掛けで OB だったんですよ。で、どっちにしろまっすぐ打とうと、最後は最初ほらまっすぐ打とうとして、しっかりチーピンして隣の方でした、ね。こんなまっすぐいかなかったらマジで久々ね。緊張しないですか？めっちゃ緊張しました。緊張しました、やばかった。めっちゃ緊張しました。明日はもう先輩にも言われたんで、マジで固くいきます。だけど、ね、本当に悔しいっすね。結構マジで、もう今、半泣きって感じ。そうだよ、絶対。絶対そうだよ。ちょっと涙なんだよ、この。どうにもならんかった。ここで泣けなかった。初めて飲んだの。バイバイ。お笑えてないですもんね。絶対そうだよ。練習したと。終わり？終わりっすね。あ、終わった。はい。何分この動画？少しじゃない。3分20、8分20、これで8分も、これ8分もあったんですけども、反省会ですよ。いやいや、本当にお疲れ様でした。お疲れ様です。で、その次の日17オーバー、次の日は次の日12オーバー、次の日も12オーバーとかで、うん、もう本当ゴルフ嫌になりましたね。その日本当嫌になりましたね。
マジできつかったっす。こんな思いになったの初めてくらい。初めてですね。プロの試合出るのは初めて。まあそうですね、プロの試合、まあ、JGTO さんのツアーは初めてですね、うん、ですよね。はい。であれば、いや、であればでもにしても出だしから OB で取りでしょもうその瞬間から真っ白。その瞬間、いや、その瞬間まだ耐えてたんですよ。その瞬間はまあよくあることだしな、うんうん、まあ元々曲がるんで、うん、まあまあまあと思って、まあこっから切り替えようと思ったんですけど、うん、うまくこと切り替えられずに OB してパーでまた OB みたいな感じだったんですよ。3ホール連続、1ホール挟んで3ホールから4ホールぐらいで OB って一緒じゃないですか。そう、それで、はぁってなって、うん、2日間で確か OB7 個はぁで、池が4発一緒じゃないですかスコア違うそれでもう逆に言えばそれを引いたら僕が思ってた多分5オーバーぐらい引けばゴルフをしないでよ出たタラレバかけてだけど T ショットさんが、うん、T ショットさんがもうそこは根拠だけちょっと仲悪めなんで T ショットさんね、 T ショットさんが気持ちはどう保ったの？保ってた？保っててなかったです。もうずっと3回やった時はどんな気持ちだった？どうしようと思ったんですか？あ、もうこんな言い方したくないですけど終わったみたいな、あやべえもう修正の仕方わかんねえここまで来たなみたいな、うんうん、逆に困りましたね。打つ手なし、うん、打つ手なし、なんかもう自分的には必死に変えようとしてるんですけど、うん、もう形ばっか気にしちゃってスイングばっか意識しちゃって、うん、その球をどう曲げるとかこうするとかの意識にも全然もういてなかったです。なんかもう形、スイングを意識しすぎた結果だと思います。マジで悪いで今振り返ると2日目も2日目は逆に思い切ったんですけども、うん、初日のイメージがもう残りすぎちゃって、うん、あもう曲がるみたいな、うん、でも全部振り切れてなくて、うん、もうドライバーもこの辺で終わっちゃうみたいな。なんなら2日目パー取ってるところティーショットアイアンで打ってたりとか、うんうんうん、440ヤードティーショット4番アイアンみたいな。もうドライバーが怖くなるくらいの、ドライバー、いやもうウッドがもう怖くなっちゃって、へ僕ウッド3本しか入ってないんですよ、もともとドライバーとスプーンと17度のユーティリティしか入ってないんですけど全部曲がるイメージでしちゃって、へから構えた瞬間かな、はい、だから本当両サイドどっちかになんかペナルティがあるところは2日目も4番アイアンで打って、うん、ですかね。まあ終わってみて、はい、自分はもうゴルフ怖くなっちゃったくらいまで、あ怖くなりましたで結構打つみたいななりかけて、うん、あの瞬間、いやなるよね。で飯食べれなくなっちゃって、うん、で練習してもなんかもう曲がるイメージしかできなくて、なんかもう全部体止まりながら打ってるんですよ、ドライバーとかも練習場で、うん、で一回コース行ったんですけど、うん、その時にめっちゃイメージ悪いまま行ってるじゃないですか、うん、やっぱ真っ直ぐ行かないんですよ、うん、だから得意なコース行ったんですよ僕、うん、だからいつもそこ普通に回ればイーブンか、うん、まあ、良ければアンダー入っていくぐらいのコースで、うん、92打って、おで、あれもこれまたもうダメだって思って、おうおう、ちょっとクラブ一回握らないでトレーニングしようと思って、うん、でもしばらくトレーニングだけしてました、うん、あ、ゴルフから一旦離れたんだ、クラブを持つことから離れたんだ、はい、そっからもう一回クラブシャフト変えたり、うん、グリップもう一回巻き方変えたりとか、もうクラブの重量バランス変えたりとかやって、うんうん、やっと最近もう良くなってきてるって感じです。まだ引っ張ってますね。でもその時のことを、うん、ティム・インクまた試合出てくれって言われたら、ちょっと待って頑張れみたいな感じ。いや出ますそれは。あそう、はい、あそこまでは立ち直ってきた。いや立ち直ってはないですけど、うん、お目返上しておきたいです。でも、うん、言ったらもう底辺まで行っちゃったんで自分の中では、はい、だからここより下はいかないから、うん、まあ、ここぐらいで終わっても、うん、前よりはいいから、言ったらリベンジじゃないですか、うん、だからそういう意味も兼ねて全然出ます。なんならもう逆に本当この間すいませんでしたってもう謝らなきゃいけないぐらい。まあ本当自分のメンタルの弱さも、うん、技術面もなんか全部が分かった試合だったっすね。ああいう自分が来たらどうするの次？そしたら次はいい自分が来たら逆にあの自分で楽しんでみようかなと思います。前はもうあの自分にもう嫌だ嫌だ、うん、もう、ま、もういつも通り戻ってくれってラウンド中からもずっと思ってたんですけど、うん、逆にそっちと仲良くしてみるっていう。あ、いいと思う、はい、それをやってみようかなと。絶対いいと思う。それは右だけ曲がってとか、もう左はもういかない、右だけ右行く分ならいいからみたいな、うん、でずっと右ミスだったら、うん、そのうち修正できるんですよ、うん、両片方だけだったら、うん、あ安定してればね。そうです、うん、この間は緊張もあって
次のホールまた右行きそうだった、左行きそうだったら右引っ張ろうと思ったら体止まっちゃって引っ掛けたんですよ。そこで、あっと思って右行ってもいい嫌になってないんだ。右行ってもいい嫌になってない。やっぱ止まっちゃうってことはまっすぐ行けって思ってるんですよ。優等生やろうと思っちゃったんだ。出だし取りだから、うん、もうキャラでもない、なんか真面目ブローとじゃあそれでなった時そうしようもあるんですけど、緊張は起きるじゃないですか。はい、緊張とはどう向き合うと思う。でもめっちゃ緊張しいなんですよ。じゃあいいんだ、はい、緊張するんだ。緊張めっちゃしますね、うん、逆にもともとゴルフじゃなくて、あの格闘技とか、うん、ラグビーとかやってたんで、なってた、はい、緊張し始めるとアドレナリンが出すぎちゃうんですよ。自分的にはこうドー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 と抑えてるんですけど、はいはい、やっぱティーグラウンドさすともうボーンと振り切ってくるんですよ、はいはい、だからもう手震え出しちゃうんですよね、緊張で。ずっとそういう時悪くなかったんです、うん、そう悪くなかったから。でも抑える自分になっちゃったんだよね。そう、その時はなんかもう、うん、平常心みたいな。抑えたのは悪いと思う。多分僕は前まではもう振り切っちゃって、うん、でもううわーみたいな感じだったのに、今回はふーみたいな、大丈夫大丈夫。あ、それがいつもと違うんだ。もうかもしれないですね。やっぱ、うん、絶対いい格好したいみたいな自分が絶対いたと思うんですよ、あの時。それは悪くない、うん、その動機は悪くない、うん、絶対あの時もうこれでもういつも通りポコーンって言ってまっすぐみたいな感じで行かせようとしちゃったんですよ、多分自分が、うんうん。だってもそこまでできてればね、もう一回やりたいね。それだって、やりたいですね。次何するの。次は、うん、とりあえず8月の折りの QT があるんで、うん、QT か、はい、そうか、関東のやつ、関東の房総カントリーで出ますね、うん、8月21からかな、21、22、23とかであるんで、うんうん、まあ、それに向けて今はこう準備していってる段階ですね、うん、その前にもまずは田中さんと、あ、そうね、田中君とやるもんね、はい、そっかそっか、7月5日だっけ、5日でしたっけね、うん、その次に、あと山梨県オープンっていう試合もあるんで、これ誰出てもいいんですか。誰出ても大丈夫です。でもとりあえずそこで1回、うん、まあ結構ブランク空いてるね、試合の、うん、この時期にはないぐらい試合出てなかったんで、うん、まあ1回ちょっと試合感取り戻し的な感じで、で、終わったら QT、 そうですね、 QT やって、うん、まあ、QT でどれだけ上位に行けるか、はい、で、まあ、来年が決まってくるんで、また、うん、そこは頑張りましょう。はい、わかりました。はい、じゃあ海斗くんまた頑張りますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。リンゴルフオープンニュースをお伝えします。7月22日、まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で、8月17日、ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山の、ね、絶景ポイントたくさんあるので、富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なので、ぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で、後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます、まあ、その中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。